Japan, 2023. Be cool. はいでは、えー、引き続きまして一般社団法人コーダー・道ジジャパンからの報告ということで安川さんお願いします。初めてかもしれないですね。さ <laughs> 十分ぐらいしかあのないのとなあの一年まあ、経ってないんですけど前回あの同乗コンで発表してからなんですが今回はちょっと結構いろんな情報があるんで巻きでいきますえっと一般社団法人コラージュパンの安川ですよろしくお願いしますはいあありがとうございます。<laughs> <の> <laughs> はいえー、と小田道場ですねあのこちら下北沢オープンソースカフェっていうところで日本、えー、県アジアで初めて、えー、と出来上がったあ立ち上がった頃ですねあの今日も来られて石原さん、えー、もいらっしゃいますけれどもと一緒にですね、まあ、小さな小さなカフェから、まあ、2012年に始まりでそこからですねあの道場コン含めてちょっとずつちょっとずつ広がっていってこれは当時のこうスナップショットをですねこう色を つけていっていここにコ田道場があるみたいにつけていったんですけど、まあ、70の時110の時150の時みたいな形でですねこうちょっとちょっとずつ隣の県隣の県隣の県というふうな形で、まあ、おそらくはその近くの道場に参加してでそこでやった面白いこととか楽しいこととかあ自分のところでもやってみようかなってところがこう少しずつ広がっていったのが、まあウダ道場のこう 統計的なというかデータを見た感じだと、まあ、こんなふうな形で、まあ、今に至っているのかなと、で今回、まあ、このっ、えー、とし、ね、220のところで、これ、ちなみにすごい面白い数字で、これ、コロナ前の数字に戻ったんですね。あの そうなんですよコロナ前に大体、ね、220、30ぐらいだったんですけどそこからコロナで200まで落ちてそこからまた220に戻ったというのがまあ今なんです。結構すごいあの 何ですかね、節目ののつにななっっててるのかなと思っておりますで実際これ数字で統計情報とかもあの公開されてるんですけれども、まあ、承認してる数とかもですねあのコロナ禍からこう徐々に回復していっていて、えー、開催回数もコロナ禍で下がった分があの去年あこれ去年の数字なんで今年はまだ出てないんですけど、えー、と去年の時点でもすでに回復しててで今年は当然あの去年よりも速いスピードでっていうので、まあ、おそらくちょっと未来のことなんで分かんないですけど、まあ、同じ程度かもうちょっと上ぐらいかっていうふうな形で。 あのコロナからの復帰っていうのも起こっているのかなと思って、えー、おります。で、まあ、この道場に関していろんな道場いろんな形がある、えー、っていうのは先ほどね、安倍先生のセッションでもね、あの皆さん、あの、認識とか把握していただけたのかなと思うんですが、まあ一方、 この社団法人としては何をやってるかというと、まあ、これ2016年に公式にライセンス契約等々しまして、えっと、公式の、えー、世界中にいろんな公式の法人があって、その中の公式の日本法人が、えっと、コーダー道場ジャパンになります。で、これに関してですね、あの結構すごい、ま,あ、またかよって感じなんですけれども、コーダー道場検証にのっとってやる皆さんと同じチームの一部門みたいなものです。で、まあ、どんなことをやってるかっていうと、主に、主にですね、いろんなことをやってるんですけれども、 まあ法人さんと一緒にえと連携してよりコーダー道場が楽しくなるように皆さんの選択肢が一個増えたりとか,まあなんかいつもの活動がちょっと面白くなったりとかまあそういうのをこう目指してですねまあ日々裏側でいろいろとやっておりますでえと有名なところだとポケモンさんとの連携とかね今回も来ていただいたソニーさんとかいろんな方々とのこう法人と連携させていただいて今25社のえ方々とやらせていただいておりますというわけでここからが本題でございます2023年8月までのクールな取り組みの紹介でございますここ からはもう全部新しい情報です。えっ、ー、と一つなあ、えっ、ー、と一つはこれコーダジャパンというよりはまあ皆さんもご存知かもしれないですけど、えっ、ー、と福島でまあこのデカ道場っていうのがに同じ、えー、200人ぐらいのイベントで行われたえっ、ー、と子供向けのほうですね。 えっと、イベント、いつもの道場を10倍ぐらいにするっていう道場が行われました。まあ、10倍ぐらいにするっていうのがデカ道場のもともとの、えー、話なんですけど、まあ、実際には100倍ぐらいの大きさになったみたいで、あの、すごい、すごいですね。<laughs> あの、で、まあ、コーダ道場ジャパンとしてはこう、広報の支援とかをやっているところなんですけども、まあ、こういったデカ道場の、えっ、ー、と、これ、あの、 えっと道場関係者向けというよりは子供向けのイベントのまあ大きい版なんでこれをですねあのウェブサイトとしてもこう一覧できるようになってで過去の皆さんがですねデカ道場のえっとサイトを見ると,えっと過去のデカ道場どんなところでどんなふうになったのかって全部こう毎年いろんなところにこう許諾もらってですね掲載させていただきましたなので皆さんもしあの地元でデカ道場を立ち上げたいと思ったらこの過去の事例とかが参照しやすくなってね、はい、で <laughs> もう一つは公開済みの情報なんで知ってる人も多いと思うんですけど東証で で一部上場当初、プライムじゃない、なんか一番でっかいやつですね、に上場してる、ね、PR タイムさんと共同させていただきまして、でこちら、プレスリリース等々が打てるようになりました、今回の同情婚ジャパンもプレスリリースを打たせていただいて、えー、本来これ、有料なんですけれども、えー、と共産企業に入っていただきまして、いろんなところでこうあの周知の部分ですね、チラシとしてなんですけど、えー、できるようになりました。 でこちら、えー、と今回、同情婚ジャパン向けにやっていただいたんですけど、先ほどの例えば、デカ道場みたいなイベントでも可能な範囲で協力できたらなと思っておりまして、PR タイムズのこうプレス用のテンプレート等々も作りました、これも後で紹介します、ただ、ちょっと PR タイムズの,の掲載基準とかがあるので、ちょっとそうですね、デカ道場、これからやろうかなと思ってる人がいたら、あの相談してください。<laughs> あの審査基準はと パスつつ、まあプレス出てたらなと思うんで、でこちらこれも今回の新作情報です。えっ、ー、とアップデートなんですけど、T ファブワークスさんから新しくえっ、ー、とタコラッチっていうあのボードができまして、これもコーダー道場向けにご提供いただけるようになりました。ありがとうございます。はい。 もともとレンタルしていただいてるんですけどもそこにプラスアルファでというところですねでこれが最後なんですけども一番こう目玉というかこれは結構面白いんじゃないかって思うんでちょっと心の準備しておいてくださいね <laughs> 最後ですねこれはちょっと一番好きなというか僕の中でも思い出なのでコーダー道場留学というふなプログラムをやっておりますこれちょっとですねあのー いろいろ紹介するとですね飛び立て留学っていうコーダー道場みたいにやりたいことを支援するのまあ,あの文科省がやってるもので留学したいで計画を立てるでそれを申請するで、えー、承認されるとその、えー、っと留学の支援が、えー、っと行われるというふうなプログラムがあってもともとつながってたんですけどまあ 講座道場、世界中に、まあ、いっぱいあるわけじゃないですか。<laughs> 行きたいところに行って学べたら面白いですよねっていうところで、えー、じゃあなんかね、こう、どうしようかなっていうところで、今回ですね、あの日本からアイルランドに留学するっていう申請を出して、まあ、見事に申請を通って、これから留学される方がいらっしゃいますかあ、どっかにいません後ろ、後ろ、ああ、こっち来てもらって。<laughs> ちょっと自己紹介とすみませんあの軽く紹介だけお願いします、えっと、コーダー道場など神戸などに参加しています変わったことつんつんですこ、えっと、のたび飛び立って留学ジャパン高校8期として、えっと、9月1日からアイルランドの方にプログラミング教育を学びに留学します一応まだ1回だけなんですけどアイルランドのコーダー道場に見学かな、ね、として一応参加する許可の方はいただきました、えっとまあ、インスタとかで 上げていく予定なんで F-A-R-K-N-O-W アンダーバー・ <laughs> <laughs> I-E って入れたら多分出できますツイッターとかでちょっと宣伝できないんでまあよかったら見てください <laughs> はいえますはい以上になるんですけどこれはすごい本当にあにコーダー道場らしい面白いこいネットワークの使い方かなと思ってましてこれあの1回通ったってことは まあ次も通る可能性が高いわけですね <laughs> なのであの、まあ、今回9月来月あの留学されるんですけれども、まあ、これが無事報告書とかあって文科書の中のレ,あのレポートとしてですね受理されれば皆さんが今後、まあ、今度インドにもコー道場あるよなとかなんかアメリカにもコー道場あるよなとか思ったら、まあ、いろんな時のこう飛び立て留学支援などの時に、えー、ときにコーダ同留学みたいなのがまた承認される可能性が高いと思いますので今回ちょっと最後のトピックとしてご紹介させていただきました。とというわけで、えー、と時間にもなりましたが法人と連携等々 やって、まあ、今後もやってきますのであのぜひ気づき,きよろしくお願いしますというわけで活動報告でしたご清聴ありがとうございますありがとうございましたすみません時間を <laughs> あのこんなにいっぱいあ,のあったんですねっていうか<あ>はいではですね、えーとえー、これからクロージングに入っていくんですけれどもこれですね、えー、今日の, con Japan の「場コンジャパン2023」のすべてのプログラムを終了しました。 まあ、なかなか初めてのことが多くてですねいろいろちょっとあの行き届いてないというかあの想定外のこともたくさんあったかなというふうに思っていますあのまあ、えー、反省はまたあの実行委員会の中ではしていきたいかなと思っているんですが、まあ、その一方で、まあ、いろんな人に出会ってもらえたんじゃないかなっていうその一番その僕がやりたかったことはとりあえず達成できたかなと思うしあのそれは良かったんじゃないかなと一番コアの部分は僕は本当に、えー、狙い通りでできたんじゃないかなというふうには思っているので。 思っているので <laughs>、思っているので、<laughs> <laughs> すみません、催促したみたいですみませんあの、はいあの、ぜひですね、これを持って帰っていただいて、これからの活動に生かしてもらえたらなというふうに思っています。あのやっぱり一回顔合わせて顔あの、名前を覚えてすると、オンラインでもすごくコミュニケーションがしやすくなると思うし、また次やったときに、あの時のねってなると思うんで、はい、それをあの今後の活動に生かしてもらえたらなというふうに思います。 はいでは今日はこれで、あの今日はというかこれで終わりますけれども、どうするの、岡山、岡山、はいはい、ではちょっと、えっ、ー、と僕、若林なんですけど、こちらも岡林さんで、はいあの若林さんの方からちょっと、あのお,お知らせがございいますはい、えー、ときび岡山の若林、えー、同じ若林なんで、もう若さんって言われてますから、こっちはもうあの名前で、んさんで <laughs>、はい、お願いします。えー 昨年の同情ンの時に少しお話をして LT のところで両方なら岡山やるぞと言った後いろいろ、えー、話をしまして来年、時期は一応夏予定、かっこ閉じで、えー、岡山で同情ン2024を開催させていただきたいと思います。はい <laughs> まああのー、来年、岡山で暑いかもしれませんけれども、えー、皆さんとお会いできるもしくは新しい方々とお会いできることを、えー、楽しみにしております、あのー、また実行委員も、えー、それから立ち上げをしていこうと思いますので、あのー、ぜひスタッフとして参加したいという方もです、ねあのー、ご参加いただきたいと思います、えー、あまり長くなるといけないのでここまでにしたいと思います、はい、よ来年よろしくお願いします。 はい、ありがとうございました、えー、来年はです、ね、岡山でということであの皆さん、岡山の方に集合してくださいあの、はい、もうなんかリアル桃鉄みたいな感じで次の,次の目標はあの岡山みたいな感じになっていくんですけど、はい、あの来年もぜひ「道場ンジャパン」参加していただければなと思いますでは「道場婚ジャパン2023」これにて終了とさせていただきますありがとうございました。